んにちは、コーチングアーツです。形態階層の中の4つのサブ位層、はい、その2つ目でございます。第1番目、ね、形態統括化を経て次にとは言いません。形態階層に入ってからですよね。正確に言うとここからなんですね。その形態統括化位層以降になってから、偶然の成功が増え出してから起きる現象であります。それを分裂危機位層、これ以降っていうことだから、それ以降ね、それ以降以降ばっかりだけど、それから発するいろんな位層があるんですね。いわゆる自在位層、自在化位層、自在位層って言われる究極の熟達世界に至るまでもずっとこれはあり続けることなんですよ。分裂危機層、分かりやすくね、また言い崩すと分からなくなる、そしてできなくなるというような状況が生まれ始める。言うならね、よくこう学習曲線ってもっともらしく、ね、右肩でよいしょ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 って言うじゃないですか。あのようにはいかないよ、また戻っちゃうということは起きるよっていうことなんですよ。できなくなる、下手になる、分からなくなるということをもって分裂危機位層になる学術用語を先生は当てられています。分からなくなる、言葉で言うとどうですか。例えばスランプとかプラトーとか、イップスはちょっと外れるのかな。スランプ、プラトーなんていうのも多分にこの概念で一つくくれるんだろうなと思っています。分裂危機層、言葉にしてみますね。書きましたからね、拡大してみてください。ちょっと言います。無意識の反復を通して身につけられた運動は自己観察を求めるとしばしばできなくなっちゃう。さっき言いましたよね、形態統括化位層ではこう指導者とすると必ずフィードバックさせてくれ、自分で自分を自己観察させてくれということ、自分を客観視する、機会を与えてくれという話をしましたけど、そういう経験、そういう状況を経ずに進んでしまうと意外となりやすいよねっていうことなんですよ、ね、何でもいいです。無意識な反復を通して身につけられた運動っていうのは、いわゆる自己観察してないということ、自分で自分で感じてるだけだから、その学習プロセスを自分で、抽出してない、自分で感じ取ってない、変化を感じ取って客観的に感じ取ってないということだと、この分からなくなるっていう現象は生じやすいということですね。逆に言うと、それがあれば仮に分からなくなってもまた自分で修正ができるというようなことになりますよねということを意味しています。これはかといって自己観察ね、自己観察をしてやりながらも運動学習進めたとしても分裂危機層にはなりますよ。完璧にならないわけじゃないんですよ。ないんだけど、意外と、ね、あまりにもね、自己観察をせずに経た場合はよく分からなくなっちゃうよっていうことですね。だからこそこれを指導者は提供することが学習を円滑に進ませる一つの因子になりますねという理解をしていただければ、その意は皆さん通ずると思います。分裂危機位層ですね。哲学表現、ね、言葉で、言葉の世界、運動学言葉の世界ですから、ちょっと専門用語します。ここで言いたいのが、でこう哲学表現というと、いわゆる部分と全体みたいな哲学のテーマですね。興味あればこれだけ突っ込んでいただければ、これだけの本なんて山ほどありますからね、部分と全体なんてね。何が言いたいかというと、そのいわゆる無自覚無意識になんとなくできちゃうっていう対象っていうのは、やっぱり運動の全体としか捉えてない。悪くないんですよ、もちろん、全体としか捉えてない。だからそれを
問われてこの動きあの瞬間という形で細分化して、いわゆる部分として感じちゃった場合は、そういうことじゃないですか、ね、部分として感じさせるようなことをすると全体が崩れちゃうよっていうことなんですよ。うん、なんですよ。でもこの両方を具備してた方が、自分の動き全体、ね、動きの塊じゃないですか、ある動きこうやってこうやってこうやってこういう感じの、動き全体として丸まま感じているものをバラバラにしちゃうと、なかなか全体に復帰し実はしづらいよっていう人間の感性の特徴がありますというお話なんですよ。でも両方具備しないと壊れたものって直せないよ、直しにくいよっていうこともあるわけですよ。わかりますかね、うん、ともするとその自己観察を問うってことが、実はこの部分を問うということにほぼ理解を重ねてもらっていいと思うんですけど、これはしない、全体感だけでなんとなく全体を捉えちゃうっていうのは、まあ、無意識的反復と理解してもらってもいいです。こうすると部分感に戻されると、部分感を問われると全体が崩れちゃうよねと。だからそれは脆いもんだよねと。でその脆い、学習としての脆さを、学習としての脆さを補強するためにあえて自己観察をさせる運動の部分を問うみたいなことを繰り返すことによって、細分化された部分の動きを統合した全体みたいな、はい、両方持ってると崩せもするし、もし1個部品取れてもまた部品を付け直すとかいうことができやすいよねっていうこのことなんですよ。なんとなく分かりますかね、うん、で分からなくなるっていうのは、哲学的に言うと一つ解釈とするとね、部分と全体ということを人間の認識における、人間の認識における部分と全体みたいなテーマに当たることなわけです。ですからもうちょっとこの辺の人間の認識論を掘り下げようと思う方は、部分と全体だし、また同じです、これゲシュタルトってね、これもヨーロッパのこのね哲学の言葉をカタカナにしただけですけど、ゲシュタルトイコールなんですよ、これ。ゲシュタルト崩壊が起きちゃうっていう解釈もできますよ、これ。ゲシュタルト崩壊ね、まあ、これだけでやるとまたごっついですから、この言葉で興味ある方はゲシュタルト崩壊で調べるなり本読んでください。はい、分かりやすいで言いましょう。運動じゃなくて、これ私最近よくあるんですけど、日常当たり前に使う漢字ありますね。日々使う漢字、最近はもうこれなのかな、書く人いないですね。お役所の書類書く以外は僕は字書くのあんまり見たことがないですけど、最近はその漢字見てて違和感感じて、何これみたいな、パッと斜めから見るとなんでこんな形の集まってみんね集まってんのみたいな感じで見えることありません？漢字何これ気持ち悪い、バラバラに見えてきたんですよ。漢字がある形でひとまとまりにして意味として認識してるものが、ちょっと見方変えると、ちょっと待って、なんでこんな形のやつが3つをくっついてそんなになってんのみたいな、一回か二回経験ありません？漢字が気持ち悪く見えちゃう、これ完全にゲシュタルト崩壊なんですよ。全体として意味ある形になってるのが、部分で見るとぐしゃーっとの全体性が壊れていくんだよ。で全体性の意味すら何だって非常に違和感を感じる、それをもってやはり分からなくなる状態なんですよ。だからどのモダリティでも起きるよってこと、言語的にもそうだし運動学習においてもこれ常に起きるよってこと、その辺にね、部分と全体とかいわゆる認識論っていう哲学のね一つ大事なコアが入ってくるわけですよ。うん、そうなると地続きで運動学習、もっと言うと運動なんか取っちゃっていいですよ、人間と学習っていうところで、捉えてもらうのは、少なくとも運動学をよりまっとうに深掘りして理解するためのファクターですね。運動学だけ特別なもってみんなやりたがるんですよ。いやいやとんでもない、全部認識論です、ね、これ全部認識論になりますから、そういう風にちょっと引いてみながら、じゃあ運動においてどうなんだろう、他のことにおいてどうなんだろうっていう形で、ご自身の指導感性、指導感覚、指導感性、指導知性を再点検してもらうと非常にこう面白いんじゃないかなと思いますし、指導の仕方大いに変化してくると思ってます。じゃあ分裂危機層になっちゃった場合、できたはずのものがあれなんかできなくなっちゃう、どうやってやったんだっけって分かんなくなった、そのままじゃない、それはね、以降を怪奇現象って分けます。一応異常で考えてますから、その形態
化位相でしたね。ね、形態化位相、そして形態等角化ときてますから、形態等角化、等角化以降生じやすいこの分裂危機層に入ると回帰が起きる。回帰が起きるというのは1個下に次元が1回下がるよと。現生成位相ってこの前段で3つありましたね。前段で、うん、1つ目が現思考位相、探索位相、偶発位相、それが現生成位相でしたけど、ここに戻っちゃうんですよ。で戻ってもう1回再構成して、あ、そういえばこうだった、ああ、あの感じまた戻ってきたなのか、ちょっと違うけどまたできてきたみたいないう形で、これ繰り返しなんですよ。できては壊し、できては壊し、できては壊し、できては壊しって繰り返す、そういうものなんですよ。だからそういう意味で言うと、運動って同じで、よく言うんですよ、運動の再現性が高い、嘘をつけて二度と再現なんかありはしないです。二度と再現はありはしないです。二度と、似たようだけどやっぱり違うんですよ。常にこう循環するもんだし、一見下手になるようなこともあるよ。これを回帰というか、一応位相論でいうと1個下に次元に降りてもう1回再構築して戻っていくみたいなことはどん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 こう循環で回っていく、うん、そういう現象のことを言いたいわけでございます。そうで、必ず人っていうのはできなくなっちゃうんだけど、それはああできなくなっちゃったじゃなくて、それこそ上達への不可欠なステップなんで、ここね、うん、だから何回も下手にならないと上手くならないんですよ。変な話ですけど、何回も何回も下手にならないと上手くならないんですよ。不思議ですけどね、人間とそういうものです。だから決してこう学習曲線って絵に描いた餅だということもできるわけですね、引いてみれば下がるし戻るしっていうようなことを繰り返しながらも、ものすごく引いてみると下手は上手くなるっていうぐらいのことできるけど、この間いろんなことが起きますよねというようなお話なんですよね、今日の位相論というのは、うん、でこれこそが動物とは違う人の学習性の象徴です。動物はね、できないことやりませんから、本能的にできることしかやりませんからね。できないことに挑戦するのは基本的にはない、ね、猿が動物使ったじゃないですかって言われますけど、それを学習と取るかどうかって取っただけで大議論でしょ。いや、あれは反射だと、条件反射だというようなこともできるし、何ともあれば言えないですけど、まあ大きく分けると学習ではないですよね。少なくとも学習ではないですね。この辺が動物と違うところ、いわゆる人間の悪いね、あのコーチ指導者多分見てらっしゃると思いますから、学習ということを支援するわけですよ。どのレベルだってね、トッププロだって幼稚園生だってみんな学習ですから、これは、うん、ですから、決してその学習性を全く問わない、ね、学習性を全く問わないその運動処方というか、処方って言ったらちょっとあれですけど、トレーニングって実は一つもないんだってことなんですね。うん、その意味で言うと、よく言いますね、エネルギーと情報だって言うんですよ、知覚とエネルギーだって言うんだけど、うん、やっぱり一体化してみないと見習うんだろうなとつくづく思う。動きの学習性のない、ものは一個もないので、その辺がまあ面白いところですね、いうことであります。はい、でここでこれ打足じゃないです、このこれはね、お話だけでしますけど、まあ、この話で言うところの、何度も言います、運動学を立ち上げている先生方々、皆さん、日本の器械体操のご専門のプロフェッショナルの先生 方々ばかり、ほとんどですね。ですから、こういう、どうしても体操の例があるんですけど、多いんですけど、こういう言葉、教科書に載ってます。技の狂いを喜ぶという文化が、いわゆるアーティスティック、ジムナスティックスですね、アーティスティックジムナスティックスですか、いわゆる、ね、芸術体操というような表現をしますけどね、日本的に言うと機械体操というのかどうか。トレーニングの 10か条、これどなたが作ったか私そこまで存じ上げないんですが、技材の狂いを喜ぶ文化、いわゆる下手にやらなきゃ上手くならないっていうことですね。これはこの分裂危機輸送を言ってる言葉なんです。一回も何回も一回下手にならないと上手くならないっていう、このいわゆる学びの循環が回ってないから、いやダメだよっていうことなんですね、だから下手になった、ああいいじゃないか、やっと下手になったかみたいなことが日常であるよということですね。はい、こんな業界の使われる慣習言葉のようですし、じゃあこの言葉読んでみますね、読みやすく聞いてください。できなくなって初めて、やれていたはずのことができなくなって初めて、どうすればできるんだろうってことを真剣に考えるようになって、
ね、自分の動き方というものを意識してできるようになってこそ、初めていわゆる形態頭角化といわれるものに至るということです。もう一回言いますよ。できていたはずのことができなくなって、初めて本気になってね、どうすればできるようになるんだろう、あれと考えるようになり、動き方を、ね、意識的に、なんとなく、いわゆるさっき言った無意識ですよ、これね、じゃなくて意識的に捉えてできるようになってこそ、初めて確定的な運動の頭角化、形態の頭角化っていうのがに至るんだよという硬いですけど、説明を付け加えておきましょう。うん、プラスもう一つ言いたいこと、これもね、業界とすると多分痛いし、その辺大切なことだと思ってるんですけど、名選手ね、名選手、名競技者、名コーチにあらずって言いますよね。名選手、名コーチにあらずって言いますね。まあこのこともそうで、もうちょっと俗っぽい表現で言うと、いわゆる自身も競技者として活動していて、で引退後自ら指導者になっていくなんていうのはよくあるシーンです。よくある人間の姿ですけど、そういう中で自身が現役になったりの活動期に、いわゆる苦労した、何をもって苦労したかというと、いわゆるなかなかこの学習プロセスが進みにくい、もっと言うとうまくなりにくい、イコールハイレベルになりにくかった。でも随分自分で苦労して、やり方を苦労して、いわゆる意識して自己観察して、自分の今の運動表現力、いわゆる今でいうパフォーマンスですか、を作り上げてきた人ほどやっぱり、指導力も長けてるっていうのはよく言いますよね。もっと言うと、この運動学的に言うと、自己観察、豊かな自己観察を経て得てきたものを持っている人は非常に指導も上手だ、またできない人の気持ちが分かるみたいなことがありますよね。うん、それはまさにそうで、だからこそこれはね、少なくとも運動学習に携わろうという人間は、こういう観察の世界とか、いわゆる客観視の世界に非常に長けている必要があるよ。もっと言うと、運動客観視、学習対象客観視という経験と知識が非常に重要だということもできるわけですよ。うん、それをもってさらに引いて考えると、指導者とするとやっぱり客観的な知性ね、俺はやってたからね、高いレベルで俺はやってたからすぐコーチっていうのは、主観の中だけで成立する運動学習または指導ではないよということを十分に業界として捉えるべきなんだろうな。だからこそそれをまず引き受けるのが、そのこの運動学の非常に重要な場だり、状況であり、対象だなと思うところです。はい、何となくお分かりいただけますでしょうかね。教えられなくてもできちゃう人ってこの経験が少ないんですよ、ね。でも指導者となった場合は非常に重要だということになってきます、ね。それにおいて、非常に大事な第2章としての分裂危機層という考え方であります、はい。少し伝わりましたでしょうか。第2番目がこれぐらいでね、解説が終わります。第3番目としてまたこの後にね、続きますけど、そこは次は 1,2,3 サブ2層の3番目になりますね。形態洗練化という、はい、いうプロセスになってきます。お待ちください。今日も我々の YouTube ご視聴いただきありがとうございます。またお会いしましょう。